仙台大学では柔道部に所属するグアム代表マリア・エスカノ選手のオリンピック出場の壮行会が行われました。壮行会は柴田町の仙台大学船岡キャンパスで行われ、学生や教職員などが参加しました。マリア・エスカノ選手は仙台大学4年生の22歳。パリオリンピックには柔道女子57キロ級のグアム代表として出場する予定です。壮行会では集まった人たちに感謝と決意の言葉を述べました。皆さんのサポートがなければオリンピックに向けて準備することはできなかったと思います。皆さんに恩返しをできるよう強い気持ちと感謝の気持ちを持ってオリンピックに挑みたいと思います。壮行会後は報道陣に柔道部の練習が公開され、マリア選手は部員とペアを組んで技の確認や実践練習に取り組んでいました。